はい、ひとつきまんさしみずです。特ダネ、今日は特ダネですよ。何かというとですね、安倍晋三さんがですね、まあズドンとやられてしまってからですね、言ってみれば検察がですね、自由に動けるようになりまして、安倍さんが止めていた動きが一気に流れ出しましたね。まあ、分かりやすいのは、まあ統一教会でごたごたしてるっていうところなんですけど、もう一個は東京五輪に関する裏金疑惑で、これね、元電通の高橋理事がですね、まあ、今、家宅捜索を受けていてですね、東京都庁、青木会長の家、いろんなところがやって、2億何千万円ものお金が動いていた。これはもうすでに報じたことです。でも、それ以外になんとですね、政治家もっていうところでですね、今日はですね、佐藤さんの特ダネを解説してもらおうかなと思っております。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何？めっちゃ気になるんやけどっていうことなんですけど、まあ、東京五輪といえば安倍晋三で、安倍晋三が持ってきた東京オリンピックで税金4兆円ぶち込まれてですね、まあ、とんでもないことになっているんですけど、パソの竹中平蔵とかね、電通の高橋元専務とか、もういろんなところがここで税金をチュー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 裏金やって、一部がちらっとだけ今見えてきたっていう感じですよね。そうちらっね。とだけ。はい。ちらっとだけね。まあ、そのちゅうちゅうしてる人もですね、まあ、氷山にね、群がってるとすればですね、その一角が、まあ、見えたということなんですよね。ちょっとだけ。高橋春之さんということで。まあ、そのようなことなんですけども、まあ、その高橋春之さんの関連でですね、ついに、政治家が、捜査線上に浮上してきたと。まあ、なるとほいど。うことでね。まあ、その政治家というのは、閣僚経験者であるなるほど。ということですね。なるほど。まあ、しかも、つい最近まで閣僚やっていた人である。つい最近って内閣改造あったばっかりやん。すごい気になる、気になるけど、今、じゃあ続きをお願いします。まあ、そういうことなんですよね。つまりね、じゃあ結構大物だってことですよね。もうまあまあも、まあまあっていうか大物ですよ。これは何て言うかな。まあ、検察にとってはね、結局ね、はっきり言って元首相とかね、前首相とか、まあ、そういう人をね、身柄を取ればですよ。これはまあ、金メダルなんですよね。で、まあ、こういうですね、閣僚経験者であれば、まあ、限りなく金メダルに近い銀メダルというような感じなんですよね。ではそれがね、ついに浮上してきたということで最で近すまで閣僚をやっていたっていうことなんですね。ね。まあまあそんな感じですね。じゃあ、ということは竹中平蔵じゃないな。この人はまた別口だな。まあそんなようなことでね、とにかく、まあ、検察ですから、まあ、検察はね、もちろんなんていうかな、内偵というかね、秘密のうちにこう捜査をね、進めていきますから、ね。だから僕もですね、もちろんその名前から何からですね、全部知ってるんですけども、ただその僕も言えない知らないところはあるんですけども、まだね、この名前をね、出すわけにはいかないんですよ。なるほど、じらすな、じらもすう。な。じらすな。でも、東京五輪の問題ね、問題だぞ、問題だぞっていうふうに世論が忘れないようにこうしないと、ね、今、統一教会一色になってるから。そうね。だからね、これは、もちろん、名前はね、もちろんね、言えないということなんだけども、これはね、非常にね、重要な話であると、僕は思うんですね。ていうまあ、か、そでんなこも、とでね、統一教会問題で、統一教会と縁は切るっつって、全然縁切れてねえじゃねえかーっていう岸田内閣。で、安倍晋三の国葬やんのかやらへんのか、どっちなんやって、うわーってなって、統一教会と縁切んのかって言ってるところに、そんな問題までボーンって来たら、吹っ飛んじゃうやそういうことなんですよ。ね。だからね、清水さん、なかなかいいね、観点のことをね、今言ったんですけども、ね。これね、まあ、検察の考えではですね、実を言えば、
まあ、ここだけの話ですね。はい。高橋治之さんね。うん。この人はですね、8月上旬にも逮捕の予定だったんですよ。お、なるほど。確かにちょっと遅えなって思ってます。でしょ？だけども、急にですね、岸田さんが、内閣改造をやったんでですね、それが飛んじゃったんですよ。なるほど。これはできないということで。で、結局ね、これはね、まあ、これもね、まあ、今日の話はね、全部ここだけの話なんだけども、高橋さんの逮捕はですね、8月下旬、ということになったんですよ。まあ、要するに検察もお盆で夫婦ってちょっと休んで、よっこいしょって動くっていうことなのかな。まあ、いろいろタイミングをね、見てるんだと思うんですけども、その時に、有力情報では、この浮上したですね、急浮上した、閣僚経験者、この人も多分同時逮捕に行くマと。ジで。なるほど。とにかくね、今、清水さんがさっきね、指摘したように、この統一教会問題でね、この岸田内閣の支持率がね、とにかくこう下がっているんめっでちゃす下がってね。る。というわけで、ここでね、この高橋さん逮捕ということになればね、これはね、ダブルパンチになるわけですよ。いやー、だってしかも高橋さんの関連にはいっぱいいろんな政治家とか権力者が群がってるから。ね、ダブルパンチとなるんで、これはね、岸田さんはね、多分ですよ。多分ね、この情報はね、知ってると思うんですよね。そりゃまあそうだ。多分ですよ。ということであれば、じゃあ先にね、とにかくやってしまおうと。内閣改造。そして、このですね、高橋さん逮捕をずらそうと。そういうね、作戦だったんじゃないかなんだってと思もうんですよ。うこすいの。こずいんだけども、多分ね、そういうことだと思うんですよね。次の国会、秋の臨時国会だから10月ぐらいだと思うんですけど、国葬終わってっていう感じになるのかな。で、それまでの間にやっちゃうのか。なるほど、なそうるいうほど。ことですね。そういうことなんですよ。だからこれがね、どういうふうに出るかわからないんだけども、とにかくね、タイミングとしてはね、そんな感じで動いていますね、これなるほね。ど。でね、ここでね、まあ、そういうことを、ね、理解するためにですよ。ちょっとね、概略ですね、つまり事件の骨格部分だけ押さえておく必要があると思うんですよ。ね。これね、前にね、一度詳しく、あるいは2回ぐらい喋ってると思うんだけども、加納治五郎財団っていうのをね、かなり喋ったんですよ。一つ一つでね、加納治五郎財団。で、これどういうものかというとですね、加納治五郎というね、この日本柔道の父、とも言われるですね、人がいるんですけども、これね、加納治五郎というですね、この名前だけ取ってですね、そして、こういう財団を作ったということなんですよ。これ遺族何も関係ないからね。遺族何も関係ないし、心ある柔道関係者はね、みんな怒ってるわけなんですよ。つまり、加納先生の名前を使ってね、こんな隠れ蓑のですね、財団を作ってですね、どういうわけだというふうに怒ってるんですよ。でね、この加納治五郎財団というのは、とにかく、お金を集めて、そして、どこか別のところにまたそれを流すという役割を担った財団なんですよね。まあトンで、ネこルとの、いうかロンダリング用っていうことですよね、これ。まあそういうことですね、簡単に言えばね。で、ここの代表、会長はですね、森喜朗さんなんですよ。ね、森喜朗さんであると。ということがあるんですね。そしてね、概略で言うと、今分かっているのは、このセガサミーっていう会社があってですね、このゲーム機器とかですね、パチンコとかそういうことやってるですね、作っている。で、これがですね、その加納治五郎財団に2億円渡してですね、で、そしてその他にもね、もちろん加納治五郎財団は他にもね、企業から取ったと思うんだけども、そのお金が五輪招致委員会に行ってですね、
そしてその五輪招致委員会から、この高橋治之さんにね、9億円いってるんですよね。多いなあ、どんこな、れね、すっ何ごに使く、うねん、9億円も。そうなんですよね。そしてね、ここからですね、そのフランスの検察がね、この捜査しているんだけども、この五輪招致委員会からですね、このアフリカのですね、この会社はね、シンガポールにあるんだけども、ブラックタイディング社というところにですね、2億3000万円流れてるんですよ。ラミンディアクさんですね。もう、これはね、ブラックタイディング社は、ディアク親子っていうかやってるんですよね。これ実際にやってるのはパパマッサタディエ・ディアクというですね、これアフリカの人なんだけども、この人がね、やってるんですよね。で、この人の父親のラミン・ディアクという人が、このオリンピック、アフリカの特にオリンピックにおけるですね、重要人物なんですよ。いや、写真見ましたけど、ごつい人やで、この人。そして、このラミン・ディアクという人にですね、この東京オリンピックね、開催のためにですね、その票を集めなくちゃいけないんですよね。まあ、当時、トルコのイスタンブールと、それからね、他の都市と競っていたんでですね、東京を勝つためには、アフリカ票がどうしても欲しいと。アフリカ票ってのはね、この不動票というふうに言われてるんですよね、世界のね。これを取りまとめるためには、ラミン・ディアクだという構図がですね、分かっていたんですよ。そして、この五輪招致委員会が、そのラミン・ディアクの息子のパパ・マッサタ・ディアクの、経営するブラックタイディング社にですね、2億3000万円を渡したということなんですよ。で、ここまでが分かっていることなんですよ。で、高橋治之さんに行った9億円が、このブラックタイディング社に行ったのかどうかってのはよく分からない。分からないっていうのはもちろん、僕が分からないという意味で、検察は多分ね、これほとんどもう抑えてると思います。ああ、それはそうでしょうね。抑えてると思うんですよ。ね。だけど、とにかくね、情報ではここまでしか分かっていないということなんですよね。そしてね、ここで、輪郭として分かっているのは、このフランス検察が追っているのは、このアフリカ票の取りまとめのためにね、要するに買収費用ですよね、2億3000万円ね。これをやったということで、JOC の竹田恒和会長ですね、いましたこのね。人をね、事情聴取したわけですよ。そしてそれが原因で、竹田さんは JOC 会長を辞任したわけですよね。そして、その片腕、まあ、片腕というかですね、まあ、両腕というか、として動いたのは高橋治之さんなんですよ。これね、この五輪招致のこの9億円問題は、かなり世界ではね、大問題になって、特にフランス検察とかはもう逮捕するぞぐらいの感じで動いてましたよね。そうなんですよね。だからこの高橋治之さんという人がですね、非常にキーマンなんですよ。このオリンピック疑惑ですね。ということで、フランス検察も追っているに違いないし、で、それに先駆けて、日本のね、この検察はですね、高橋さんをまず、ですね、抑えたわけですよ。そして、8月上旬に逮捕の予定だったんだけども、内閣改造があったんで、8月下旬の方にどうもずらしたということなんですよね。で、その高橋さんについては、もう一つですね、紳士服の青木、こっちの方から4500万円の疑惑があるわけなんですよね。これは100万円ずつ毎月払って、最後の方は50万円ずつ払ったコンサルティング料。そうですね。で、こちらの方を日本のね、この検察はですね、捜査してると。これ捜査してるってのはね、これつまり、本件として捜査してるということなんですよね。どういうことかというと、いろいろとね、逮捕してですね、取り調べるためには、大きいものでも小さいものでもですね、まずしっかりしたものがないと逮捕できませんから、まず4500万円で固めておこうというのが、この日本の検察のね、この戦略だと思うんですよ。まあ正直、小さいお金、まあ大きいけどね、庶民からしてみたら大きいんだけども、まずはここから入っといて、
で、それでいろいろ家宅捜索とかもして、はい、青木から2億何本もらってたよねとかっていうふうにどん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 進めていくっていうことですよね。うん、そういうことなんですよね、うん、だからそこから先ね、要するに、その高橋さんのね、お身柄をですね、うん、まあ、確保してしまえばですね、うん、そこであの操作できるわけですよ、毎日ね、あの一交流二交流ですね、うん、10日間20日間ね、20日間ね、うん、でほらほらはけはけっていうふうにこう言えるわけですね、うん、そうなんですね、うん、どうだ腹減ったか、カツ丼でも食うか、カツ丼でも食うか、うん、でもそろそろカツ丼も飽きてきただろう家に帰ってフォアグラのステーキ食いたいだろ、ワイン飲みたいだろ、はい、ちまえよみたいな感じでこうやるわけだ、うん、まあやるわけなんですよね、うんうん、まあそしてね、この高橋さんですね、うん、とにかく、僕の情報ではですね、うん、この高橋さんという人はですね、とにかくね、こういう話では抜群の信頼度があったということなんですよね、うん、まあ、どういうことかというと、まあ、信頼度といってもですね、まあ、人間的な、ね、信頼性とかそういうことではなくてですね、口が固いということでね、信頼度は高かったんですよ、うん、ね、そしてね、こういうことに結構知恵が働くということで、うん、あいつはできるということになったわけですよ、まあ、つまり悪の業界での信頼度があったっていうことですね。そういうことなんですよね、うん、でこの人はね、弟はね、高橋春則さんという人でね、うん、この前も紹介しましたけど、うん、このバブル時代にですね、バブル紳士、うん、ね、南太平洋のホタル王と言われたですね、そして日本長期信用銀行をぶっ潰したね、まあそういう人なんですけども、まあ、ぶっ潰したって、だってあの、うん、ホテル建てるから何百億貸してとかっていうふうに言ったらもう建ってねえよっていうね、うん、まあ、そこら辺はあの佐藤さんで直接取材された話とかがね、ドキュメント金融破綻とかにも載ってますけど、このまた高橋春之さんのね、あのこの高橋兄弟、どっちもなんかこう顔がもう迫力があるというか、もう悪の信頼があるんだろうなってすごく容易につきますね、うんうんうん、だからこの高橋春之さんがですね、そういうわけでこのこれはね、まあ、推理ですけど、加納治五郎財団からですね、それから、ブラックタイディング社に至るまでですね、動きは全部知ってるんですよね、うん、そして、さらにこの政治家関係ですね、うん、政治家関係に、まあ、簡単に言ったらお金をね、どうやって配るとか、あるいは自ら配るとかですね、うん、こういうことを、まあ、一手に引き受けていたわけですよね。だから、なんていうかな、信頼がないと、そんなことはね、できないわけなんですよね。信頼っていう言葉が崩壊しそうですけど、まあ、悪の信頼があったわけですね。そうそうそう。うん、ね、そして、その中で、その過程でですね、この高橋さんと一緒に動く、あるいは、かなり協力関係にあったんじゃないかと、いうふうに思われる政治家がですね、はい、存在するわけですよ。ほう、それが今回浮上している閣僚経験者であるわけですよ。なるほど、ね、だから、これはね、まさに高橋さんの逮捕と、うん、この閣僚経験者の逮捕がまさにセット、うん、ということで、うん、この8月下旬ですね、うん、あるんじゃないかと、ね、いうことなんですよ。なるほど、うん、そういうことなんですよね、うん、はあ、まあでもこれだって高橋さん単独犯っていう言い方変ですけどね、まあ別にまだ、うん、有罪判決出てないからね、だけど単独でねここまで全部やるっていうのはこれ無理よ、無理無理無理、うん、だって2013年からやってるって、この人70になってから一人でピョーンって海外飛んでバーってお金配って自民党の中でいろんな人と接触しててね、やだよ、絶対自民党側にもいるから、そりゃ自民党にもいるしね、うん、まあそれからね、うん、さっきも言ったようにこの高橋さんという人はね、その口が固いということで、うんうんうん、まあ、検察もね、なんていうかな、情報ではね、やっぱり、ね、ちょっと持て余してるというかね、大変ということでね。まあ、確かにな、根性ありそうだもんな。うん。うん、でね、やっぱりね、MC 名さん言うように、高橋さん一人でやる、うん、できるわけないんでですね、うんうん、
で、高橋さんっていうのはね、これよく知られているように、この電通の出身ですから、ね、で、電通のね、現役社員ですね、電通関係者もですね、協力してやってるわけですよ。ね、なので、検察はね、この電通の関係者に、かなりですね、捜査、内偵、事情聴取してるんですよ。そしてね、この僕が得た情報ではね、やっぱりかなりね、司法取引的なですね、簡単に言ったら司法取引やってるんですよ。でね、そのためにね、この司法取引といえばね、まあ、簡単に説明すれば、まあ、全部ね、喋れば、一等罪減じてやるから、ね、お前だけは特別だからということで、やるわけですよ。ね。で、電通関係者はね、まあ、なんと言ったってサラリーマンですから、ね、これね、僕の情報では、みんな落ちちゃってるんですよ。もうその小物はいいと、もうね、どんうん、どんどんどんそうもうそゲうそう。ロっちまえと、もう俺たちがね、捕まえたいのは親分たちなんだと、お前らもいろいろパワハラされて大変だっただろっていうふうにこう言って、なんですよ。それが嫌なんだったら、それとも高橋と一緒にガッチャンコするんかいって言われたら、そのまま応じるわな。そういうことなんですよ。だからね、もうこれね、相当防潮が固まっていて、ね、まあ、こういうね、電通関係者たちのですね、もうすでに、聴取はね、もうほとんどできてると。ね、もう裁判になったらいつでも証言いたしますっていうですね、もうハンコ付きでね、そういうね、聴取もできてると なんてこといだ。うことになってるんですよ。いや、本当にね。それ、調書までできてるんだったら、もう一回反抗したら覆んないよ、これ。そうですよ。うん。だから、そういう意味で、8月下旬にね、高橋さん逮捕っていうね、まあ、こういう情報になってるわけですよ。ちなみに私は被害者の側として調書を取ったことってあるんですけども、もうあれ、一回押すと、もう本当に二度と覆らない。もうだから、もう本当に間違えてしまったらダメだから、警察、刑事さんが、これこれこれですよねっていうふうに言って、はい、合ってますって言ったら、じゃあ何何何っていうふうに書いたやつを2人で確認してハンコ押すから、これもう裁判になって、あれ書いてないっていうふうに言っても絶対ひっくり返らない。だからもう高橋さん、相当外堀が、そうですよ。もう外堀埋められたんですよ。てかもう内張りまで埋まったな、もだから、もうこれはね、う。はっきり言っても時間の問題なんですよ。ね。時間の問題。で、これがね、その高橋さんからさらに、その閣僚経験者に行くかどうかですね。これはまさにこれからの捜査にかかっているんですよね。なるほど。そうなんですよ。これはつまり、高橋さんがどこまで喋るかというね、話なんですけども、まあね、これは、まあ、行くんじゃないかなっていうね、気はしますけどもね。なるほどね。でもなんかそう考えると、そ岸田さんって、なんか安倍さんほどの嘘つきにも見えないし、菅さんほどの強面でもないけど、なんか、一番トラブル抱えてるな。なんだかんだで。統一教会問題があって、元そうで首す相がね。ドーンってやられて、で、五輪問題が火吹いて、で、まあ、あんまり最近取り上げてないけど、コロナも BA.2.75 がとんでもない感染力を持っているっていうのとか、怖いな。だからまあ、要するにね、こちらの方の話では、アベノフタがね、取れちゃったんでですね、もう抑えようがないんですよね。全然抑えられてない。もう、全然抑えられない。もう検察の動きはですね、もう検察はそのまま、その法と証拠に基づいてですね、粛々と捜査していく。たまには検こ察ちゃういうんとやっことね。て、ちゃんとやって、本当に。そういうことなんですよ。でね、ここでね、まあ、ここに至るまでのね、こうちょっと歴史というかね、そういうのを見ておきたいんだけども、これね、日韓現代で、春日良一さんというね、ことも、もうこれね、元 JOC のね、職員の方ですね、スポーツコンサルタント。こういったね、まあ、テレビなんかもね、ひるおびなんかも結構出ていたんだけども、この人ね、とにかくオリンピックをやるべきだと、ということをずっとね、主張していて、まあ、それはね、選手の立場に立って、やるべきだというふうにね、主張していた、なんていうか、まあ、正論ね、言っていた人なんですよ。で、この人がね、これ、もう、高橋さんのことをね、こう批判してですね、そして、どういう歴史があったんだろうと、どういう経緯があったんだろうというですね、それを3回に分けてね、日韓現代に書いているんですよ。これね、まあ、ちょっとね、
歴史を知る上でね、参考になるんで、ちょっと振り返ってみたいと思ってるんですよ。これを利用してね。春日さんのですね、文章を利用してですね。それで読むとですね、まずね、この JOC とね、電通の関係なんですよね。これね、始まったのは、春日さんによればね、1980年のモスクワオリンピックなんですよ。いわゆるもう古い言い方ですけど、西側諸国が参加しなかったっていうやつですよね。そうなんです。結局ね、アメリカとか日本とかヨーロッパとか、西ヨーロッパ、それがね、参加しなかったわけなんですよね。これアフガニスタンのね、問題があったんでですね。で、こういうことがあったんで、JOC はですね、やっぱりスポーツの協会としては独立すべきだと。独立としてですね、そして、こういう時でも自分のね、意見がしっかり言えるようにですね、独立すべき。そして、そのためには、経済的な基盤がね、しっかりしなきゃいけないということをね、考え出したということなんですよね。そして、佐藤さんの、おすすめの自民党の本、朝日新聞の人が買った買収の、あれ何だったっけ、あれにも書いてましたよね、JOC にお金をこう、税金渡してると。で、意見逆らったら、じゃあ補助金カットしちゃうよって言われて、震え上がったっていう例が。よくね、記憶してますあ、ね。なんだっそれた。はね、広瀬道あ、定さんの、そう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 、広瀬さん、広瀬さん、広瀬さん。はい。補助金と政権そうそう党っていそううそうそうそう。ね、非すご常いにいい歴子。史的な本、ね。つまり、自民党はその補助金を通じて、各団体を支配している。そして、そこからね、参議院議員なんかよく出てくるんですよ。ね。だから、小野清子さんとかね、まあ、ちょっと前まではですね、今はほら、スピードスケートやっていた橋本聖子さんね、あの人が出てるんですよね。で、そういう人がですね、まあ、スポーツの代表みたいになるんですけども、とにかくそういうことでもってですね、まあ、そういうことをなるべくね、独立しなければいけないんじゃないというふうに考え出すわけなんですよね。いや、すそごしくていいそ本こ、ですよ、これは。まあ、そしてそこでですね、まあ、その過程でですね、JOC の会長の、当時の会長の八木雄志郎さんという人がですね、急に亡くなっちゃったわけなんですよね。そこでね、じゃあね、後継のね、会長を誰にするかということで、そこでね、今ね、フランス検察が追っている武田恒和さんという人がね、名前が挙がったわけなんですよ。フランス警察が追っている人のが後任の人事でどうかっていうふうに上がったって、もう逆だな、これ、ブラックジョークや。まあそういうことなんですよね。まあ父親がね、武田恒典さんという人で、この人ね、IOC、国際オリンピック委員会の委員でもあったんで、そしてこの武田恒和さん自身は、この馬術でオリンピック出たことがあるんですよ。有名ですね。なので、彼がいいんじゃないかなといるほど、うなるほことど。になったわけなんですよね。だけどね、一つだけですね、武田さんが、会長になるときに条件があったんですよ。ほう。どういうことかというとね、それまでね、JOC の役員というのは、無報酬、ボランティアだったんですけども、武田さんはね、金もらわなきゃ嫌だっていうふうにね、なったわけなんですね。正直やな。まあ、正直なのね。で、そこのところでね、まあ、当時のですね、JOC のね、会長の堤義明さんね、国土、国土西交部省のでね。すね、西部のね、それが、まあいいだろうとしょうがないなということで、認めたわけなんですよ。まあこれでね、またさらに言えばね、武田さんはね、いや、自分だけじゃ嫌だということで、他にも報酬が出るようになったということなんですよね。自分だけもらったら波風が立つから。そして、その金額がまあ1500万ということでね。しかし、堤さんとかもなあ、もう。で、堤さんの秘書やってた人が JOC の経理部長をやって、そんで、まあ、電車に飛び込んじゃった。自らお亡くなりになったっていうね。で、これはですね、まさに去年のことなんですよね。まあ、去年ね、それ亡くなって、まあ、なんで亡くなったかっていうね、ことが大問題になったわけなんだけども、まあ、その人はね、
もう全部知ってるわけですよ、う事情をですね。んなので、いろいろプレッシャーがあったと思うんですようんうんうんね。まあ、そしてね、武田さんが会長になりですね、そして、その時に、この高橋治之さんがですね、この武田さんを陰で応援するね、役目、後ろ盾になったわけですよ。というのはね、この武田さんのお兄さんが、高橋さんとですね、同学年だったんですよね。同学年で同じ慶応だったんですよ。というね、つながりがあるんですよね。まあ、そんなようなことでね、ここら辺からね、非常につながりが深くなるんですよ。高橋治之さんと武田恒和さんですね。で、悪いまあ、こと考えてたんだ、二人で。こういうことはね、始まりなんですよ。そして、問題のですね、今回ここに至ってですね、高橋治之さんの会社、コモンズという会社ですね、ここにですね、このね、五輪招致委員会から、なんと9億円がですね、振り込まれるというですね、すげえな。驚くべきことがあったわけなんですよすね。げえな、本当に。まあ、そしてね、さっきも言ったようにね、このラミン・ディアですね、この人、国際陸連の会長でもあったんですけども、IOC 委員でもありですね、その人をなんとかですね、落とさなきゃいけないということで、その役目を高橋さんが請け負ったんですよ。なるほど。こ高の橋ラさミんン・が、ディアックさんと、この高橋さんが9億円の実弾持って、日本にオリンピックを持ってくるためには、君がアフリカ票をまとめてくれたら、うちは勝てるんだよっていうふうにこう言ったわけですそうね。いうことなんですよね。そういうことなんですよ。だから、このところで、武田さんと高橋さんっていうのは、もう二人三脚っていうかな、でやっていたわけなんですよね。まあ、そしてね、このね、日刊現代にね、書いている春日さんのね、この記事によるとですね、このね、五輪組織委員会ですね、ここのですね、理事ですね、選ぶのに、最後に決まったのが高橋さんだったということなんですよなるほね。ど。滑り込んできたわけだ。そうですね。まあこれ名誉職みたいなね、感じなんだけども、高橋さん自体はですね、これ名誉職じゃなくて、もう本当の実行部隊ですよね、この人ね。で、とにかく高橋さんは電通出身ですから、電通にも顔はね、聞くということで、電通をね、取り仕切れるということで、非常にね、期待したんですよね。これがね、非常にね、なんていうかな、最近までの歴史なんですよ。ね。なんまあ、かそういうこう、ような。ちょっと紹介しただけで、こんなに金が分かってるだけで出てくるって。いや、統一教会問題も35年間で分かってるだけで1237億円だけど、オリンピック1回のイベントで4兆円だからね。そりゃまあ、いろいろ絡んでそうだわ、ほんと。そういうことなんですよね。まあ、そしてね、ここでね、つい最近のね、事例になるわけなんですけども、これをね、何度も紹介していますけども、このセガサミーからですね、加納治五郎財団にですね、振り込まれた2億円、これは一体どういうことがきっかけだったんだろうかという問題で、これをね、紹介するといつもね、どうしても笑わざるを得ないんだけども。だってセガサミーの会長がそのまんま「いや俺がね菅さんに頼まれてねお金欲しいって言うからオリンピックのお金なんだぜ」とかってバラしちゃってるってやつですよね。そうなんですよね。で、これはね、これ、料亭だったかな？料まあ、とにか亭、く、週刊新潮が報じそう、たやつ週刊ですよ新潮にね。ね、そう、週刊新潮をね、書いてるんだけども、新橋のね、高級料亭でですね、このセガサミーの里見会長はね、この、ジャーナリスト関係とかでですね、それからテレビ局、広告代理店のね、幹部連中をですね、呼んでですね、そして十数名、ね、ステージではカラオケもね、歌われてたということなんだけども、そこでね、もうみんな聞いてるところでね、東京オリンピックは俺のおかげで取れたんだ、というね、暴露話を始めちゃったわけですよ。まあ、なるほど。で、これね、
もう何度読んでも面白いんでね、もう一回読みますけどお願もいね、しま仕す。込むんだけどもね。うん。里見さんはね、こう言ってるんですよ。はい。原じゃないや、菅義偉官房長官から話があって、アフリカ人を買収しなくてはいけない。4億から5億円の工作資金が必要だ。なんとか用意してくれないか。これだけのお金が用意できるのは会長しかいないと頼まれた。でも、いくらなんでも額が大きすぎる。そんな大きな額の裏金を作って渡せるようなご時世じゃないよ。というと、菅長官は、彼の自己労財だというのは、そこに振り込んでくれれば会長にご迷惑はかからない。この財団はブラックボックスになっているから足はつきません。国税も絶対に大丈夫ですと。それで俺は動くことにした。自分だけで5億用意するのは難しいから、知り合いの社長にお願いして、俺が3億から4億。知り合いの社長が1億円用意して財団に入れた。菅長官は、これでアフリカ票を持ってこられます。と喜んで言ったよ。こんなことできるのは俺だけだ。俺のオリンピックなんだ。というですね、ことを書いてあるんですよね。もうある意味だっていうか、まあ、無邪気というかですね無邪気というかで す豪ね。快というか、まあ、このセガサミーの会長って結構業界では有名な人でね、困ってたら「ああそうだ、はい」とかって言って仲いい人にあげる人っていうですね。だけどそんな裏話料亭で喋っちゃダメでしょ。童貞で喋っちゃいましたからああ。ね。本当に驚くような話したんですよね。この、まあ、喋ったおかげで、この全体の構図のね、一角が分かったわけですよ。ああ、こういうことだったのかと。ね。うん、いうことが分かったですね。で、この週刊新潮はですね、このね、加納自己労財団のね、財務諸表をね、これも手に入れてるわけですよ。そしてこれで、ちゃんとね、寄付金がですね、2億数千万円増えていることをね、突き止めているわけですよ。ちゃんと裏取ってるんですよね。うん。それで、まあ、はっきり分かったわけなんですよ。で、それでセガサミーに、これどうなってるんですかって聞いたら、あ、それね、寄付したんですっていうふうに認めてるからね、ちゃんと。そういうことなんですよ。ね。うん、そういうね、決算報告書まで入手してね、やってるということなんですよね。うん。そしてね、これはね、後日談があってですね、じゃあね、セガサミーはね、ただでそんなことしたのかと思うと、そんなことはなくてですね、これセガサミーの里見会長はですね、横浜 IR ですね、カジノのね。カジノね、うん、これね、まあ、一時ほどね、あまり言われてないんだけども、とにかくね、まあ、菅さんがね、首相をやっていたんでですね、まあ、日本にね、そのカジノの IR は3つ作るということになってるんですよね。だけど、横浜って言ったらね、これやっぱりね、やっぱりあそこに作るのかなっていうね、感じがするじゃないですか。そしてさらに菅さんの地元であるということで、非常に有力なんですよね。そしてそこにセガサミーが手を挙げたんですよ。ね、手を挙げた。というね、ことがあるわけですよ。まあそれはね、横浜市長選挙で自民党派が負けたんで一回潰れましたよね。そういうことなんですよね。そういうことなんですよ。だけどね、この人間関係ってのはもうすごくてですね、2013年にね、この里見さんの次女ですね、娘さんが結婚披露宴を開いたんだけども、そこにですね、安倍さんもね、菅さんも出席してですよ。それから、小池都知事も出席してですよ。そして、安倍さんがね、スピーチしてるんですよ。なるほど。だから、これね、まあ、人脈的にやっぱりすごいですよ、これね。だから、やっぱりこれね、オリンピックのためにね、これだけお金を出したわけだから。ね。里見はじめ会長のためにはね、やっぱり結婚式ぐらい出なきゃいかんと。というようなことになっ たんだっでしょうて、ね、そんな、例えばですね、ちょっと5億出してくんないっていうふうなお願いをする相手ですよ。しかも裏金ですよ。それ、普段から、ごめん、500万出してくんないとか、ちょっと置いたけど5000万とかっていう関係値があって、あ、いいよ、いいよって出してくれたから持ってったんであって、分かってるだけでその金額ですから、そら結婚式ぐらいでないとバチ当たるわ。そうなんですよね。だからね、ポロッと喋っちゃった分が2億なんだけども、まあ、その他に何があるのか。
あるいはどういうね、この里見会長によれば、セガサミンの他に1億円出したところもあるっていうね、話ですから、そういうのはどういうね、金額になっているのかですね、その辺がわからない。それから五輪招致委員会からね、高橋治之さんに行ったこの9億円ですね、これはね、どういうふうに来たのか。まあもちろん、加納寿五郎財団から来たんだろうなと思うんだけども、じゃあ加納寿五郎財団には、その他にどこから来ていたのかっていうね、問題なんですよね。いずれにしても、このね、政治家ね、という名前で見ればですよ、この今ね、ずっと説明してきたように、加納寿五郎財団の代表は森喜朗さんじゃないですか。ね。そして、驚くべきことに、セガサミーの里見会長が堂々と言っちゃったのは、菅さんですよ、これ。なるほど。あ、いや、ま、あの、まあでも最近まで言ってたから違うな。まあ。なんかいろいろ考えちゃう、もう、誰が逮捕されるのって。いや、だって、まあでも菅さんだったら元首相って佐藤さん言うだろうからな。いや、っていうのも、菅さん、いや、僕は誘われても閣内には入りませんってやたら誇示してたから、なんで、なんか菅さんあんのっていうふうに思ったんですけど、そうか、8月末が楽しみだな。だからあれですよ、ね、例えばそのね、オリンピックって言えば、まあ安倍さんじゃないですか。ね、なんといってもですね、このマリオ安倍さんですよマね。リオの姿で土管の中で20分こもっててそ寒かったって浜田でインタビューに答えてました。うそうそう。だからね、これ、ね、高橋治之さんね、これ9億円ね、五輪招致委員会から来たということで、じゃあ9億円どう使ったのかっていう問題ね。そして、さらにこの政治家ね、このビッグね、その自民党の中ではビッグネームが今出てきましたよね、3人ね。菅さん、安倍さん、森喜朗さんというね、出てきましたよね。そうすると、こういう方々というのは、ね、ただで動くわけないですよね。そりゃそうだ。どう考えて も。いやー、統一教会の信者じゃあるまいし、ボランティアでは動かんだろそうなんですよね。だからそうなると、これはね、まあお金かなというふうに考えれば、じゃあ9億のうちいくらかなっていうね、ことはあるじゃないですか。ああ、確かに。ね、しかも3人ともね、首相経験者ですまたから。分け分けすんのか、お前ら。ね、そうすると、これはね、普通の額じゃないだろうなと、我々のね、庶民的な感覚ではない。ね、まあ、田中角栄は5億もらってるわけだロッから、キーだ。ね、だからまあ、億はくだらないかな、みたいなね。これ分からないですよ。これ全く今勝手に言ってるね、だけの話ですから。それをですよ。ね。やっぱりね、これもろ分かるわけじゃないですか。例えば銀行振り込みなんかしたらですね、簡単に分かっちゃうわけじゃないですいか。や、それはさすがね。にだるすぎる。ね。これはもう検察はすぐね、ちょっと出してくれよって言う、出さざるを得ないですよね、これね。だから、ということであれば、これは持っていくしかないわけですよね。あ、なるほど。よいしょ、よいしょって、でも9億円って90キロあるけどね。すごいだ金額だから、な。そうそう。ね。だから、それをですよ。なんて言いますか。持ってく人もですね、相当口の固い人じゃないそと、りゃそうだまずよ。いですよね。なんかちょっとアタッシュケース入ってて、それ絶対なんか開けちゃダメだけど、ちょっと運んどいてって、バイト雇って送るわけにはいかんやろ、いくらなんでまあ、そういうことなんですよね。ということであれば、この高橋さんがですね、なんでこの信頼を置かれているかっていうね、話一番最初にしましたけども、そうするとこういうことってももちろんね、こういうことでもっていうか、こういうことで信頼されているっていうのはね、なるほこれどはまあ、大人であればみんなわかるわけですよね。ね。ただ現金が来れば、これはもう補足されようがないじゃないですか。補足しようがないじゃないですか。そこで関係者以外わからないわけだから。そうすると、これを持っていく口の固い人。ということで信頼が置ける。なるしほかど。も頭も悪くないということで。そうすると、高橋さんを抑えれば、政治家関係すべてわかる。ね。ということあるんですね。前はビッグネームね、3人ありましたけどもね。まあ、しかし、ね、高橋さんだけじゃないだろうと。多分、このあたりをつなぐ、
なんかさ、肝、ね、肝心な政治家がいるんじゃないかそれはそうやろうな。だって、ということがあるんですね。菅さんも、まあ、安倍さんが一番うまく、安倍さんがわざわざよいしょよいしょって持ってくとも思えないし、そ森うでさんなんか80超えてるし、菅さんも70代、高橋さんも70代。これでちょっと90キロの現金動かすのきついな。ってことは、ちょっともうちょっと若くって、口の硬いやつが。だから、その辺ね、実際ね、どうなったのか、ちょっと分かりませんけどもね、容易にそれは想像できるわけなんですよね。だからそういう意味で、高橋治之さんと、それから、もう一人のその閣僚経験者というのは、結構ね、一体化してると思うんですよね。で、ここのところで、まあ、8月下旬までにどう出るかと。なるほといど。うことなんですよね。なるほどね。まあ、そんなようなことでね、ここがね、まあ、本当にどう出るかね。まあもうな、世間はもう統一教会問題で一色になっちゃってるけど、いや、オリンピックは金額だけで見たら、とてつもない税金我々持ってかれたんですよ。4兆円って言うと分かんないと思いますけど、成人している人1人当たり、オリンピックに4万円取られてるんですよ。これ、すすごごいいです金ね。額だからね。すごいですね。で、それが全部事業に使われたんじゃなくって、電通が中抜きしたり、政治家がチューチューしたりね、してるわけなんですけど、まあ、この問題はずっとうちの番組でも取り上げてたけど、やっぱ安倍晋三さんが亡くなって、これ、もう歯止め効かなくなってきた感じあるよな。あ、あいりまろすんね。なだ意から、味で。そうですよ。だからこれはね、まあ要するにアベノフタですよね。それがまさに取れて、これはね、もう検察はとにかく、今ね、すごい動いてますよ。だからこれがね、まさに本筋の話なんですよね。そしてもう一つ、これもね、2回ぐらい話しましたけども、もう一つ、東京地検の特捜部にはですね、舞台があってですね、まあ、大舞台がね、2つあるんですけども、もう一つの大舞台は、まあ、はっきり言って、竹中さんっていう、ね、照準があるわけですよ。なんかね。鉄道オタクに戻って全国を旅したいなとかって、なんか最近コメント、ネットニュースでしてた竹中平蔵さん。なるほど。あ、そうなんかなんでこんなしおれちゃったんだろうっていうふうにか。思って見てたけど、そろそろ首を洗ってはるのかな、ジャバジャバ、ジャバジャバって。いや、まあでね、もそんね、なちにょっ問題。とね、このオリンピックの汚職問題放置、で、統一教会問題放置、ね、で、それで、まあ、でも大丈夫、大丈夫、コロナ対策もちゃんとやるし、経済対策もしっかりやるよ、なんて、信用できないって。無理だよ、そんなの。いや、それはもう無理ですよね。だから一回海出さないと。そうですよ。とにかくね、まあ、前回の動画でもね、説明しましたけど、岸田さんという人はね、まあ、ちょっと悪口言うようだけども、まあ、頭があまり働かないっていうね、ことをやっぱりね、考えざるを得ない。全く働いてないよ。あの人もね、一応ね、開成高校なんだけど、その割に頭が 確そうかいに。うことで、全部あれだいや、な、確働けない。かにな。でも多分、東大2回受験して浪人したっていう話が確かありましたから、ありましたね。まあ、浪人したら頭悪いのかってそうじゃないけども、いや、だって今回の件、正直、内閣改造本気でやって統一教会排除。だったら支持率上がると思うんですよ。なんか結局、蓋開けてみたら統一教会関連めっちゃ多かったじゃないですか。あれ、だやかららない方が良僕も、かったと思うんだけど。そうですよ。これは前回ね、説明したんだけども、とにかく、その内閣ね、改造して、結局ね、はっきりしてるのは、3人、ね。そして、高市さんも含めれば4人、ね。4人ね、やっぱり、関係してる人が含まれてるわけですよ、統一教会にね。そして、さらに言えば、自民党の政調会長に萩生田さん、ズブズブ萩生田を据えるということどっは、ぷりズブズブ萩生田ですよ。
だってこれね、まあ、前回説明したけど、う反カルト法ね、ん。うんうん。これがですね、臨時国会の焦点になってくることはもう間違いないわけですから、フ誰がランス考でえ、もありますからね。誰が考えたってですね、その時に、ズブズブの萩生田さんがまたね、矢面に立つに決まってるじゃないですか。ね。そんなあんた、ね、出ていて、ね、挨拶までしただろうと、統一教会の。ズバリ統一教会ですしかよ、もあの萩生関田さん。連団体で気づきませんでしたじゃなくて、そ統一教会だからね、名称変更う。前だからね。統一教会のまさにね、八王子のね、あっちのあの辺の団体ですよ。これ、もろですよ、もろ。ね。言い訳もしようがないじゃないですか。いや、そ無れを理よ。ね、反カルト法をね、与野党でね、協議しようっていう時に、そんなのが出てきたら、ふざけるなって、国民全員怒るじゃないですか。ぶち切れるよ。ね。そしたら、また矢面に立ってね、岸田政権、岸田内閣の支持率がだだ下がりになるの分かりきってるじゃないですか。ね。そしてね、谷公一さんというね、はっきり言って小物をですね、国家公安委員長に据えてですよ。結局、統一教会警察やらないって話じゃないですか、これ。ね。何一つ意思が感じられない。そういうね、岸田さん、岸田政権ですよ。ね。そして、これ8月下旬にですね、まさにこの高橋治之さん、それからセットで、閣僚経験者、自民党議員ですね。いや、実はね、あれですよ。ああ、聞きたい、聞きたいって思うんだけど、まあ、動きがあったらさらに追加でね。まあまあ、そういうことですね。まあ、そんなようなことでね、これはね、8月下旬から9月。ね。これ、岸田さんね、大変だと思いますね、これっていうね。か、皆さん、もう一個、そうだ、忘れてることがあった。国葬ね。9月末、国ああ、葬にやるんだけど、これ担当する企業、電通なんですよ。電通の元専務が逮捕されて、社員が司法取引して、統一教会内閣で撃たれた安倍晋三国葬省でも、どんなね。ギャグだよ、これ、本当に。いや、安倍さんが化けて出ますよ、これ。いや、本当にもう、いや、化けて出てくると思うよ、こんなのだったらいくらなんでも。いくら何度もお前らそれはひどいんじゃないか、みたいな。しかも昭恵さんが反対してるのに、国葬は嫌だとかって言って、ああ、もうというわそう。けだで、から、そうそう。だからね、岸田さんはね、はっきり言って、安倍さんが亡くなってからね、判断全部間違えてますよ。まあだって生きてる頃はさ、全部安倍さんそうだっそうて、そう。安倍さん靴の裏舐めてましたからで、しね。かも首相なのに安倍晋三が来いっていうふうに言ったら、ワンワンっていうふうに言って、あなた総理大臣なのになんで安倍晋三の事務所に行ってんのっていう。そうなんですよね。いやー、まさに総裁選の時につけたあだ名思い出しました、私。佐藤さんがつけたな、中堅キッシー。中堅棋士。お、ご主人がいなくなって何したらいいか分からなくなって。ダメですね、どうもね。これはやばい。やばいですね、本当やばい。いや、ウクライナ危機終わってないでしょ？コロナは進化してるでしょ？で、ペロシが台湾に来ちゃったからごちゃごちゃしてるでしょ？で、日本の経済上向く要素特にない状況で、世界中に、え、日本ってやばい、カルトのところやでって思われてる時に、ご主人がいない。いやいや、中堅八高だったらね、これ美談になるんですよ。でも総理大臣がご主人来ないなってずっと座ったまま一緒に倒れたら国ごと倒れるから勘弁してほしい。そうなんですよね。やっぱり人間の場合はね、ワンちゃんみたいにね、それはね、得にはならないんですよね。自分で考えて動きましょうということで。いやー、まあ、ちゅうわけで今日はね、佐藤さんと得だねということで解説をさせていただきましたけど、なんかもう本当、岸田さんは安倍の怨霊のたたりにでも合ってるのかなっていうぐらい、ボロボロになってますが、まあ、ちゃんとね、してもらわないということで、今日も取り上げました。佐藤さん、本日もありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしく。今日もダックショ。それでは。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。